ホーム、南茶井駅は、群馬県富岡市南茶井にある上新、電鉄上新線の駅である。日曜日及び、各州土曜、平日の換算時間帯は、駅員無配置となる。南独駅であり、その五感から、陳駅名としても知られる。駅舎側から南茶井という地名の由来について、はるか古い時代、土着していた、アイヌ民族の、 ナサイというアイヌ語が語源という説がある。ナサイが古墳時代中央集権国家成立の頃には、ナジャ号となり、さらに転じて、ナンジャイとなった。そこに、ナンジャイという漢字を当てたとも言われる。奈良時代には、すでにナンジャイ氏という豪族が存在していた。一方で、周辺の井戸から大きな蛇が出てきたことに由来する、という説もある。 幻の山野草とされる沖縄草が、駅構内に多数植えられている。JR 東日本長野市社交味線営業所が、沿線に名所を誕生させるため、長野県公共食卓等基土地家屋調査士協会に調査を依頼したところ、日本で海から一番遠い地点から約6キロメートルの場所にある、海瀬駅が、 新潟県糸井川市の海岸線から 112.77km の地点にあり、当駅が日本で2番目に海岸から離れた駅であると判明した。駅上新電鉄南ジ駅、全国区の鎮名に笑顔。工芸新聞。 http://movie.raijin.com スラッシュ70940725スラッシュ detail2015 年6月28日閲覧。日本で一番海から遠い海正規海岸線から 112.77km の山中にライブドアニュース2021年8月31日閲覧。ありがとうございます。